ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さんありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年1月12日金曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後6時35分を少々回ったところです。言論の自由をここ東京新宿駅南口改札前で連日訴え続けております。長谷川隆です。さて皆さん、言論の自由と報道の公正が私たち日本の国家にとって極めて重要であり極めて大切なものです。私たちの国家は私たちの選挙によってね、一人一人の投票によって国会が開かれ、そして地方議会が開かれ、それぞれの議会で法律を制定してね、そして地方においては条例を制定して、国家が一つ一つきちっと丁寧に運営されている。これが国家です。これが議会制民主国家です。私たち日本は確かな議会制民主主義国家でなければなりませんし、これを守り、さらに日本をね、豊かな国にして発展させなければなりません。しかし今日、報道の公正が極めて危険な状態です。 NHK でさえもいつの間にかね、偏向報道をする、そしてね、印象操作をする、明らかにこれは印象操作だなというところが今日目立ち始めております。日本を貶めようとするね、反日の報道があちこちにね差し込められて挟められております。今日皇室に対してね、私たち大事な皇室に対しての呼び名についてもそうです。天皇陛下、皇后陛下ね、そして皇太子殿下、妃殿下と呼ばなければいけないところ、さも皇室をね、大切に思っているがかのような報道をしながら、皇太子様、ね、皇太子様と、秋篠宮様と言ってる、これは明らかに皇太子殿下であり、ね、秋篠宮殿下ですよ。これをさも大事に表示しているように、表現しているように、ひらがなで様とつけてる。そして女性天皇でもいいんじゃないかというようなニュアンスで報道する。女性天皇のみならず女系天皇でもいいんじゃないかというような表現をする。ここからね、偏向報道なんですよ。貶めようとする反日の工作、知らず知らずの間にね、そうなってしまう。今日シナ大陸を中国大陸と呼んでみたり、シナ1000年2000年4000年の歴史を中国と置き換えて、中国共産党はもうすでにね、尖閣諸島については、沖縄については古来から中国のものである、中国共産党のものである、領土領海であると主張している。中国共産党、中華人民共和国ができたのは古来ではなく、わずか50年そこそこの国家なの。
ところが日本政府はいつの間にかね、それを黙認するようになってきて、そしてメディアは報道機関はシナという言葉を中国というふうに置き換えてる。わずか50年そこしかない国家が中国2000年、中国4000年の歴史となってしまってる。それがただシャレならね、まあシャレでやる人はいないんだろうけど、まだしも そこから歴史の捏造が始まり、そして国家の歴史そのものが危うくなってる。これがね、偏向報道、印象操作なんですよ。これがね、他の新聞 TBS ならいいとか言ってるわけじゃないけれども、国営放送である NHK でさえもそれが偏向報道、露骨な偏向報道、印象操作がされてるんです。皆さん、 NHK は公共放送なんですよ。私たち日本の国のためにね、確かな情報を伝えるための公共放送なんです。最近はね、 NHK の受信料の問題で裁判に訴えたり、あるいは NHK が裁判に訴えているものもあります。そしてさらにはあまりにもひどい偏向報道、印象操作だということで訴えている方々、団体もおります。 NHK は公共放送であるにもかかわらず、日本を貶めようとする反日工作の手先になっている。時に NHK 放送センターが反日工作員の巣窟になってる、反日工作員のアジトになってる。皆さんご存知ですか。渋谷区神南2丁目2番1号の NHK 放送センターには、韓国放送公社 KBS、 そして中国共産党の中国中央電視台CCTV の支社が入ってるんですよ。なんと皆さん、日本の公共放送 NHK 放送センターの中にね、日本を敵国だとしている中国共産党の放送局、そして韓国大韓民国の放送局が同居してるんですよ。そして日本の放送局、ね、NHK は彼らの、ね、中国共産党の意向に沿った放送をしている。結果反日放送なんですよ。日本の領土である尖閣諸島を中国共産党の中国軍の潜水艦、護衛艦が接続水域の中に入っちゃったの。侵略ですよ、これはね。明らかな侵略です。しかしこれについてもね、遠い島のことのようにのんびりね、NHK は申し訳程度に放送してますよ。ついでに中国共産党が、中国軍が尖閣諸島は古来から中国共産党のものであると主張しているという報道をしてますよ。それもまるでね、両論兵器であるかの、あるかのようなね、報道ですよ。そこに尖閣諸島の所有、ね、領有権は、領土は疑いもなく
日本のものなんです。であるならばそのことをはっきり全文では前のね説明して、中国共産党はこんな違うことを主張してますよという報道の仕方がいい。ね、お気づきになった方もおられるかもしれませんが、なんとこの時の報道はさもこの問題は解決してなくて両方の主張がありだ、両方の主張が真っ当だというような両論併記であるかのようなね報道の仕方でしたよ。これでは一体何のための NHK なんですか。中国共産党に媚びてね、韓国に媚びた公共放送など私たち日本の国には必要ありません。即刻解体しましょう。 NHK を解体して確かな私たち日本国民のためになる、日本国民にね確かな情報を伝える公共放送を新たに設立しましょうよ皆さん。私もかねがねね、これはひどいよと、改革してもらわなくちゃダメだなと、そんなふうに考えていました。やはり無理です。かつて私たちねご年配の方々は記憶にあると思います。国鉄もかつてそうでした。そして電電公社もそうでした。そして郵便局もそうでした。やはりここに来て NHK も解体して天気予報なりね公共放送でやらなければならない、最低のところだけを放送してもらいましょうよ皆さん。さもないといつの間にか日本の国が中国共産党に乗っ取られ、大韓民国、韓国朝鮮半島に振り回されてしまいますよね。皆さん NHK 解体に頑張りましょう。こんにちは、ありがとうございます。